こんな高い割合で日本人が我々を不要だと考えていたとは思わなかったよ。日本と隣国の関係は様々なトラブルの連続の歴史だと言われています。お互いの政策に関して報復のスパイラルに陥っているような感じがしますよね。今回紹介するのは隣国に対する日本の対応をめぐるエピソードです。日本が示した隣国に対する驚くべき政策とは。2021年10月、自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値を守り、アメリカ、オーストラリア、ASEAN、インド、ヨーロッパなどの同盟国、同志国と連携し、自由で開かれたインド太平洋を力強く推進していきます。と、日本の岸田首相は述べ、同盟国、同志国の中に日本の隣国は入っていなかったのです。そして、隣国に関しては、隣国は重要な国です。健全な関係に戻すためにも、我が国の一貫した立場に基づき、隣国側に適切な対応を強く求めていきます。とだけ述べました。そして、日本とアメリカの同盟や、北の国による核・ミサイルの開発の脅威、中国との安定的な関係を築くことなどを表明した後、やっと隣国に対する、隣国は重要な国です。発言が出てきたことや、健全な関係に戻すためにも、我が国の一貫した立場に基づき、隣国側に適切な対応を強く求めていきます。という内容が、隣国で波紋を呼んでいるんです。健全な関係に戻すためにも、我が国の一貫した立場に基づきの、我が国の一貫した立場とは、どのようなものなのでしょうか。日本は、この言葉の中に、しっかりと意味を込めているとされているんです。それは、元慰安婦や元徴用工問題なので、日本が納得できる解決策を隣国側が示すべきだということを意味しているようなんですね。隣国側は日本のこのメッセージを正しく受け取ったかどうかはわかりませんが、隣国に対する言葉の少なさに衝撃を受けたようなんです。隣国のヘラルド経済新聞は、岸田首相の演説内容から、冷え切った関係に対する速やかな変化の可能性を見出すことはできなかった。首相は隣国を重要な国だと表現したが、関係改善のための具体的な措置を示すことはなかった。しかも隣国に関わる内容も量も他国に比べて少なかったと報じました。連合ニュースも同じような内容の記事を発信します。隣国は日本人の多くは日本と隣国との関係改善は不要だと考えている。と受け取り、そのことに対してかなり反発しているようなんです。つまり、隣国は日本側から冷え切った隣国と日本の関係を打開するような策が発表されると期待していたため、そうではなかったことに猛反発しているということなんでしょう。岸田首相が就任してから1週間が経っても、日本と隣国の初の電話会談は実現しなかったのです。アメリカをはじめ、オーストラリア、インドなどの基本的価値を共有する友好国や中国、ロシアなどの緊張状態の中で関係を築いていかなければならない国々などを優先し、隣国は後回しにされました。岸田首相が友好国などに対してどのような対応をしたのかと言いますと、まず首相就任の翌日にアメリカのバイデン大統領と電話会談、オーストラリアのモリソン首相とテレビ会談をします。日本はアメリカとの同盟を外交・安保の基軸としていることから、最重要国であるアメリカのバイデン大統領との会談が当然最初に行われました。そして2番目はクアッドの主要加盟国であるオーストラリアのモリソン首相。これは日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国が太平洋・インド洋地域の安全保障を維持することで軍備増強を続ける中国を牽制するための4カ国戦略対応を重視しているためと言えるでしょう。3番目は、これもクアッドの主要加盟国であるインドのモディ首相と会談しました。そして隣国のムンジェイン大統領とは、首相就任11日後にやっとという形で電話会談が行われたのです。隣国政府も国民もまだかまだかとイライラしたことでしょう。ちなみに岸田首相の前の菅首相の場合は、最初はアメリカのトランプ大統領、
2番目がオーストラリアのモリソン首相、ドイツのメルケル首相、国際オリンピック委員会 IOC の委員長と続いていき、隣国のムン大統領は8番目でした。菅首相の時も隣国の順番はそんなに早くはなかったようですね。それでも当時は日本は隣国と基本的価値を有する友好国として中国やロシアより先に電話会談をしています。しかし今回ロシアのプーチン大統領、中国の習近平国家主席よりも隣国を後回しにしたんです。つまり今回の岸田首相は菅前首相の時より隣国に対してより厳しい態度で臨んだということですね。東京オリンピックの開会式への出席をきっかけにして関係改善を図ろうとした隣国に対して冷ややかな反応をした菅政権の時よりも今回はさらに冷淡な対応をしたというわけなんです。ムン大統領、隣国の国民の思いはどうだったのでしょうか。岸田首相就任時の隣国の対応を見てみましょう。実はムン大統領は岸田首相が就任した直後に就任祝賀書簡を送っているんです。その書簡は民主主義と市場経済というお互いの基本価値を共有して地理的あるいは文化的に近い国として隣国にふさわしい協力の手本を示せるように互いにコミュニケーションをとって協力していくことを期待するというものでした。これに対して岸田首相は初の所信表明演説で先ほども紹介しましたが、自由、民主主義、法の支配といった普遍的価値を守り抜くと述べ、さらにアメリカをはじめオーストラリア、インド、ASEAN、ヨーロッパなどの同盟国、同志国と連携していくことを強調したんです。そして隣国関係については同盟国、同志国、中国、ロシアに続いて、これも先ほど紹介しましたが、隣国は重要な国ですとし、健全な関係に戻すためにも我が国の一貫した立場に基づき隣国側に適切な対応を強く求めていきますと非常に短く言及しました。岸田首相就任直後に就任祝賀書簡を送ったにもかかわらず、岸田首相の厳しい対応にムン大統領も隣国国民も非常に悔しい思いを味わったのではないでしょうか。しかしこの書簡の内容をよく読んでみると、かつて日本製品の不買運動をしたり日本製品を打ち壊したりした国の言葉なのかって思ってしまいますよね。これが隣国の真の姿なのでしょうかとも思ってしまいます。隣国と日本との関係が冷え込んでいると言われますが、日本のメディアが日本と隣国との関係をどう思うかというアンケートを実施しているんです。その記事を紹介しましょう。あなたは隣国が好きですか、嫌いですかという質問に対して 23.3% が好き、 44.8% が嫌い、 31.9% がどちらでもないと答えています。あなたは隣国に行ったことがありますかという質問に対して 24.9% がある1回、 22.3% がある3回以上、 52.9% がないと答え、さらに日本と隣国との関係改善のためには何が必要だと思いますかという質問に対して 41.8% が敵対感情を煽るようなメディアの報道や出版を控える、 35.2% が相手の歴史や文化を学ぶ、 26.0% が政治家が不用意な発言をしない、 13.9% が文化やスポーツ交流を盛んにする、 10.9% が旅行など人の往来を活発にする、 1.9% が両国間で姉妹都市や友好都市を増やす、 34.3% がその他と答えているんです。回答者の性別は男性 71.0%、 女性 24.9%、 その他 4.2% となっています。そして様々なコメントが寄せられているんです。日本と隣国との関係は両国の政府がこじらせているのであって、一国民としては隣国や隣国人を嫌う理由なんかないわ。日本と隣国の関係が悪化したのは徴用工裁判で個人請求権を認めたことに対して、日本が請求権協定に反するとして被告企業に判決を受け入れないように働きかけたことが原因なんだね。
でもかつての日本の政府関係者などが発言したことを日本が全て覆している。だから徴用工判決は妥当なのに、隣国に輸出規制をして反発させた日本と反隣国を広めたマスコミに責任があると思う。これを改めない限り両国の関係は改善しない。隣国のアイドルは今日本でもとても人気があるわ。でもそういう人はアイドルが好きだからといって隣国自体が好きなわけでもない。政治とエンターテインメントは別だと思うの。日本は隣国と正式に国交を断交するべきだ。今の隣国は好きではない。でも一人一人の隣国人やカルチャーなどは嫌いではないわ。私の友達は隣国人と結婚して隣国へもよく里帰りしている。でもずっと友達のまま。隣国の料理も大好きよ。日本が隣国を嫌うのは隣国が日本を敵対視していることへの反応に過ぎないと思うの。小さな島国の住人が自分の殻に閉じこもってインターネットの知識だけで世界を知った気になっている。この殻を打ち破るためには隣国だけに限らず社会が積極的に人的な交流の場を設けて、さらに自分自身もその場に臨むという姿勢が必要。例えば外国に友達が一人いるだけで世界が開けるということがある。このアンケートでは隣国が嫌いというのが 44.8% になっていて、隣国が好きと回答した 23.3% の約2倍です。このような結果になるのはおそらくコメントでも述べられていた日本が隣国を嫌うのは隣国が日本を敵対視していることへの反応なのだろうと思います。では隣国はなぜ日本を敵対視するのでしょうか。まあよく知られていることではありますが、改めて日本と隣国の歴史を見てみましょう。日本と隣国との間で続く政治や貿易をめぐる争いは100年以上も前から続いていると言われているんです。でも世界的に見ればこの両国はいわば世界最大級の経済及び技術大国なので、いわゆる報復合戦は世界に影響を及ぼしていると言われています。この争いの中心となっているのは隣国が正当だとしている賠償金の支払いを日本に要求していることなんです。日本が1910年から1945年まで隣国を占拠し、その間に日本は隣国に対して強制労働などの残虐行為をしたことに対して隣国が日本に賠償金の支払いを求めています。しかし日本は隣国のこの要求に対して賠償問題は解決済みという立場を主張しているんです。つまり両国の主張は真逆だということになりますよね。一体なぜこんなことになったのでしょうか。日本と隣国の間では7世紀頃から断続的に争いを続け、日本は繰り返し隣国に対して侵略行為をしてきました。1910年日本は隣国を植民地化し、さらに1930年代の後半には日本は工場や炭鉱などで労働させたり、日本軍兵士として徴兵したりするために隣国人を動員し始めたのです。そして日本はアジア各地から何万人もの女性を日本軍兵士に奉仕する目的で軍の施設に送り込んだとされ、送り込まれた女性たちは慰安婦として知られるようになりました。このような日本の隣国支配は1945年の第二次世界大戦の日本の敗戦によって終結します。そして20年後の1965年、当時のパク・チョンヒ大統領は何億ドルもの融資や援助と引き換えに日本との国交を正常化させたのです。そこで日本としては外交の回復と8億ドル以上の経済協力を定めた1965年の日本と隣国との基本条約でこの賠償問題は解決しているとの立場を取っています。しかし賠償問題の解決はほど遠い状態のままなんですね。隣国の外交官が隣国と日本の間で争いが続く理由を2つ挙げています。一つは1965年の隣国と日本の基本条約は植民地時代に関する全ての問題を解決していないこと。もう一つはこの基本条約が個人の賠償請求権を市民から奪ったことだそうです。そして両国の間で論争が絶えないのが慰安婦の問題です。2015年、日本は隣国に対して謝罪の意を表明し、
被害者支援の基金に10億円の拠出を約束しました。ちなみにこの金額は隣国が要求したものだったんです。そして当時の安倍晋三首相は今後日本と隣国は新しい時代を迎える。子や孫、さらにその先の世代に謝罪し続ける宿命を負わさせるわけにはいかないと語りました。ところが当時のムンジェイン大統領は合意内容の変更を示唆して歴史をめぐる論争は未だに続いているという状態なんですね。2018年には韓国の大法院最高裁判所が日本の企業に徴用工として強制労働させた隣国人に対して賠償を命じる判決を下しました。この判決によって日本の企業2社は隣国にある資産を差し押さえられることになります。しかし三菱重工業はこの判決を拒否したのです。この対応に対して隣国国民は怒りを爆発させ、日本製品の不買運動や日本車を叩き壊すなどという行為をしました。このような状況の中でも日本政府は1965年の日本と隣国との基本条約で全ての賠償問題は解決しているという立場を明確にしたのです。さらに日本は隣国をホワイト国のリストから除外すると発表しました。ホワイト国というのは貿易管理上の優遇措置を受けられる国のことを言います。そしてサムスン電子などの隣国企業にとっては重要な半導体の原材料などの輸出管理を強化するという対抗措置を取ったのです。当然この日本の対抗措置に対して隣国も黙ってはいませんでした。隣国は日本との軍事情報包括保護協定を破棄すると発表しました。この軍事情報包括保護協定が破棄されるとどうなるのでしょうか。軍事情報包括保護協定というのは同盟国や親しい関係にある2国あるいは複数国の間で秘密軍事情報を提供するときに第三国への秘密の漏洩を防ぐための協定のことです。この協定が破棄されると日本と隣国との秘密の軍事情報が漏洩してしまう可能性があるということなんですね。隣国政府は日本が隣国を貿易管理上の優遇措置から除外したことで両国の安全保障上の協力関係に重大な変化をもたらしたために軍事情報包括保護協定を破棄したと説明し、これに対して日本は地域の安全保障環境を完全に見誤った対応だとして断固抗議するという姿勢を示しました。このように日本と隣国の関係はなかなかスムーズに進まないようですね。しかしいつまでもこのようなことを続けていても両国にとってプラスになることはないように思います。そして近年日本と隣国の関係を改善しようという動きも見られます。ユン・ソンニョル大統領が就任してから日本と隣国の関係を改善しようという動きが出ているんです。ユン大統領は日本との関係改善を積極的に進めていますが、隣国の国内からは屈辱外交だなどと批判する意見もあります。ユン大統領はなぜこのように日本との関係を改善しようとしているのかと言いますと、ユン大統領の父親が日本の大学の大学院に留学経験のある経済学者で、その後も日本の大学の客員教授として再来日しているという背景があるからなんです。ユン大統領自身も学生の頃に日本に滞在していました。日本はすでに数十回過去の歴史について反省と謝罪を表明している。日本が100年前の歴史のためにひざまずいて謝罪しなければならないという考えを受け入れられないとユン大統領はアメリカのメディアのインタビューに答えています。隣国ではこのユン大統領の発言にそこまで言うのかと驚いて受け止められたようです。それでもユン大統領の日本との関係改善への意思は誰よりも固いと隣国の政府関係者は話しています。ムン政権下では日本と隣国の関係は最悪なところまで冷え込みましたが、ユン政権下では改善の兆しが出ているということなんですね。実際ユン政権では日本の岸田首相とお互いの国を頻繁に訪問するシャトル外交を復活させるなど両国の関係は良くなっているようです。このように日本と隣国との関係が良好なものになることは歓迎すべきことでしょう。しかしかつては7割の日本人が
隣国との関係改善はいらないと考えていることに対して、隣国の人々が反発して様々な行動を起こしたことは事実です。今後、このような状態に戻らないように、日本と隣国は努力してほしいですね。皆さんの感想をぜひコメント欄でお聞かせください。この動画が少しでも面白いと感じたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。